ん、はい、さあ交流戦間もなくです。なんで今月末からなのでもう間もなくなんですよ。そうか、そうです、そうです、交流戦始まります。はい、でまあ豊さんといえば予想屋おじさん。誰赤くね、赤あいいですね、赤欲しいですね、ペンを。なのでどこよりも早く、まだ交流戦始まってもないのに交流戦の順位予想、そりゃそうだろう、始まってから順位予想する場がいないだろう。まあそうですよね、うん、まあ、あのここまでの戦い方を見て、はい、豊さんが今年の交流戦を制するのはこのチームっていうのを順位予想していただきました。はい、まあ、ざっと選んでいただいたんですけど結構簡単でしたか、どうでしたか。まあ、当たってもないので簡単もないよね。簡単ではないよな、うん、気は使うよな。はい、まあ、そうですよね、うんうん、ちなみに、はい、去年は優勝がヤクルト、はい、で2位が阪神という、まあ、セリーグがね優勝して、そう、ね、で一時はもう本当にソフトバンクとか、まあ、オリックスだったりパリーグも多かったんですけどさ、今年はどうなるかというところで、はい、まずは12位おのチームから、下から、下から行く、下からいきましょう。まあ、12位はね、うん、どこわかる、なんとなく中日、これはまあやっぱりね、まあ、セリーグで戦っててもミスは多いしね、はい、得点力が低いということで、まあ、ピッチャーはいいんだよ、やっぱパリーグのピッチャーってね、はい、そこでなかなか点を取れないだろうと思うよね。またさらに ね、まあ抑えるとは思うけどね、中日のピッチャーは、はい、だから野手陣がどのぐらい頑張れるかにはかかってるけども、なかなかやっぱりね難しいと思うよ。そうですよね、うん、まあ、ルーキーでね初めてパリーグと当たるっていう選手たちも多いので、多いしな、はい、もう佐々木朗希なんか来たらぶったまげるんじゃないの、本当にどうなるんでしょうね。ああ当たるかもしれません、はい、じゃあ12位はちょっと中日苦しいぞというところで、はい、じゃあ11位楽天、まあ、やっぱどうしても状態が上がってこないよね、チームの一進一退というかさ、打ったら打てなくなるし、うん、打ったと思ったらまた次の日ダメだし、そうですね、だからなんかこう揃わないし、うん、やっぱいいピッチングしてるときは援護点がないし、はい、だからまあちぐはぐさがこう拭えない、うん、ここまでずっと見ててね、はい、だからまあそこら辺で、まあ、苦労するだろうなとは思うけどね。それは対戦相手がセ・リーグに変わったとしても、まあ、これは変わらないと思うよ、うんうん、この状態のままになってしまいそう、はい、11位と12位は現在のセパのやっぱり最下位のチームになってしまう、うん、まあ、状態上がってこないもんね。そうですね。さあ10位です。10位ヤクルト、あここもやっぱり厳しいですか、うん、あやっぱり投手陣がちょっと厳しいな、先発投手がな、はい、だから高橋奎二とかもまあ、間に合うっていうか、まあ、上がってくるんだろうけども、それにしてもちょっと打てない時あるし、うん、まあ、ちょっと苦しいかなと思う。そうですね、ちょっと投打のバランスが今ともに悪い状態、まあ、悪いよな。この交流戦で逆に上がっていくっていう兆しは、まあ、DH を使いながら、はい、まあ、そういう試合はあると思うけども、そうだな、まあ、そういう風に上げていけるといいけどな。そうですね、でもちょっと豊さん的にはそこがなかなか厳しいのかな、うん、やっぱりこう一時期その離脱者、まあ、発熱とかね、まあ、いろいろ言葉があってチームの足並みがまた揃わなくなってって、まあ、交流戦ぐらいからピシッと揃って勝っていければね、うん、はい、まあ、いいけどなとは思うけどね、うん、はい、なかなか厳しいですが、じゃあ9位です。9位はオリックス。オリックスは今現在ですけど一応あのパリーグのいい位置にが、でももうねバランスが崩れてる、うん、それと山本が発熱で登板回避だとか、はい、それに伴って抹消されたのが宮城だとか、はい、そうなってくるとやっぱ先発投手陣も足りなくなってくると思うし、うん、主力がいつ戻ってくるのかだよね。森も戻ってきては来てるんだけど、はい、その間支えたルーキーの茶野、はい、これが当たらなくなってからやっぱこう活性化しないんだよ、打線がつながらなくなる、はい、だからここら辺のちぐはぐさが出てるんだよ、まあ、ヤクルトと一緒なんだよね。似たような感じなんですね。似たような昨年の日本シリーズで戦った両チームが あんまり良くないんだよね、うん、足並みが揃わないというかさ、その、まあ、発熱して休んでる期間があって、まあ、交流戦のどっかで戻ってくる、戻ってくるとは思うけど、やっぱりその休んでる期間が発熱っていうとさ、うん、熱が出たっていうともう一回作り直しっていうところがあるからさ、そうです、ね、パフォーマンスを戻すのにちょっと時間がかかる可能性もあるんだよね。まあ、そこら辺がちょっと心配だな。そうですね、はい、では8位です。8位西武。西武はそう苦しいですけれども、まあ、投手陣はいいんだけどもさ、はい、どうやって打っていくのか、点を取るのかっていう、はい、まあ、おかわり君とか
ものすごく交流戦得意だけどね、はい、あのハマスタとかでボン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 打つ、はい、お前ハマスタで来たらお前年間70発打つんじゃないかっていうような、そうですよね、まあ、そんな感じもしたことあるけども、やっぱどうしても野手がねちょっとね、そうですね、厳しいというか今の選手も、そうだね、投手陣はいいんだけどな、はい、だけどちょっと苦しいかな、まあ、投手陣はいいけれどもその打つというところで、まあ、セ・リーグのピッチャー相手にどうなんだろうっていうところで、まあ そのまあ、8位というところでしょうか、はい、じゃあ7位は巨人、今勢いありますね。いや勢いあるんだよ、バッティングはいいんだよ、はい、で交流戦になったとしても、はい、それだけの技術を持ってる選手、はい、パ・リーグのピッチャーを打つ選手はいるんだけど、はい、ちょっとピッチャーが弱いな、まだそうですね、だから、まあ、戸郷でも今年ね、まあ、昨年ほどの活躍はできないし、はい、まあ、勝ち星はついてるけども、だからなんか投球見てると不安定だよね、だからあとは外国人と若手のピッチャー、はい、まあ、7、8、9を誰にするのかとか、まあ、いろんな問題はあるにしても、先発ピッチャーがその中でちょっと弱いかなっていう感じがする。そうですね、枚数もすごく足りてるっていうわけではないですね。そうなんだよな、そうですね、だからまあそこら辺で打つのは打つけども吐き出すのも多いんじゃないかっていうふうに考えてね。なるほど、だから得点は例えば8点とか7点取ったとしても相手がそれ以上に取ってきて負けるケースがっていうところです、ね、ヤクルト戦のようになるんだよ。あ、打ち合いで、もうめちゃくちゃ打ち合いだ、はい、なんかそんな感じがするんだよね。あ、ただ打の方は活発は続くっていうところですよね、はい、さあここからはちょうど中間地点になりますね、はい、6位です、広島。お、これちょうど中間、広島はね交流戦苦手なんだよ、意外に、はい、毎年よくてもなんか交流戦で落ちるとか、はい、でも今年はね、まあ、先発ピッチャー、うん、床田がちょっと大瀬良が ね、はい、あれだけども、まあ、その代わりに森下が良くなってきてるし、はい、まあ、そこそこはいけるかなっていうふうに。そうですよね、うん、で後ろもあの、矢崎、矢崎投手なんかもいますし、まあ、まだ不安定だけどね、はい、うん、だけど、まあ、ターリーとかもいるし、うん、そうでしょうね、うん、まあ、広島は今年はこう割と交流戦では落とさないでいけるような、うん、まあ、気がするよね。なのでちょうどまあ半分というか6位というところの位置なのかなと。あとは DH やって利があるよね、松山が調子がいいし、はい、左だったらあの堂林、はい、がもう控えてるし、だからそういう意味では層は厚いからね、野手も、まあ、なんとかいけるんじゃないかな、うん、まあ、右左でね、堂林選手だったり松山選手をこう DH で併用しながらというところでしょうか、はい、さあここからはベスト5になっていきます、はい、5位です、日本ハム。お、すごい。なんで、いや、すごいですよ、ベスト5に入ってきた。うん、おかしいか。いや、おかしくはない。まあ今ね、調子いいですけど。いや、だって先発ピッチャーいいよ、割と。いや、いいですよね、うん、いいし、中継ぎ陣がいいんだよ。はい、点取られないんだよ。だからミスしなかったら勝てるよ。もうそこだけです、ね、もうちょっと上に上げようかなと思ったの。どのくらいまで本当上げたかったですか。3位ぐらいまで。すごい、上げようかなと思ったぐらい投手陣は安定してるよ、本当に、うん、田中正義がバーンと後ろにいて、はい、で割といいんだよ本当に、うん、で打つ方もそこそこつながる時あるし、はい、だから全部は全部勝てないけども、うん、ミスがあったりとかしてね。でも俺は勢い的にはやっぱこう上の上位の方に来ると思う。あの5位に入ればもちろんパ・リーグでの順位も上げていくと思うので可能性はあるよね。そうですね、うん、あの初の A クラス入りっていうところもちょっと視野に入れながらも交流戦は5位と、はい、さあ続いて4位です、ロッテ、まあ、今現在ロッテ首位ですけれども、ちょっとやっぱりねホームラン不足なんだよね、うんうん、当初はいいよ確かに、はい、だから接戦になるからホームランじゃなくて足技でとか、はい、まあ、そういうところで点は取れるけども、そうだな、まあ、パ・リーグのキャッチャーも優秀だけども、うん、セ・リーグのやっぱ盗塁刺すって大城だっていいしさ、そうです、ね、中村もいいでしょ、はい、伊藤光る戸柱もいいし、で梅ちゃんや坂本もいいし、はい、まあ、坂倉がちょっとなまだ技術的にはあれだけど、はい、相澤がかぶったら刺すさ、うん、だから、まあ、そういう面ではその交流戦では少し苦労するかなっていうような感じがするよね。うん、まあ、まあ打つというところで、ね、そうだね、やっぱこうかわしていかれるからさ、はい、パ・リーグってやっぱパワー系のピッチャーってカン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 打つんだよ、うん、だけどそのかわしてくるようなピッチャーには意外とこう弱いよね。はい、そうですね、というところで4位と、はい、さあベスト3、はい、ソフトバンク3位。これはね戦い方を選手がよく分かってるわ、
なんとなくそんな感じですよ、うん、だから毎年悪いけども交流戦で息吹き返すとかさ、はい、まあ、そういうことになるんだよね。うん、そうですね、そのバンク、うん、だからこの日本シリーズも強いしさ、はい、出たら、うん、セ・リーグの情報っていうのを結構有効利用してるというか、はい、毎年ね。そうですね、うん、だから毎年いい成績を残すんだよ。あの極端に悪い時っていうのがそんなないんですよね、やっぱり、うんうん、なので、ね、やっぱりソフトバンクはこのベスト3に入ってくる、はいはい、さあじゃああともう優勝がどこになるのか、うん、残りは横浜と阪神となってきました。さあ豊さんはどうしたのかお願いします。はい、はい、2位が横浜、うん、DeNA、うん、はい、うん、これは優勝ではない、まあ、でも2位にはいる、やっぱね守備力なんだ。で阪神は、まあ、もう優勝阪神だからね、うん、コンバートしてるじゃん、はい、まあ、最近エラー数は増えてるんだけども、それは負け試合の中で直接負けが原因とするエラーではないんだよ、はい、あ、これはもう負けるなって言った時に若手を使った時にエラーをしてるという、はい、それで数が増えてるんだよね、うん、で横浜っていうのはエラーはつかないんだけど甘い部分がある、うん、この差が勝敗になってくるのかなっていう。あ、これ優勝するし、で、慣れてない球場も使うでしょ、はい、そうなってくるとやっぱり守備に不安のあるチームっていうのは、うん、そういうところに限りまたやりだすんだよ。あ、だから DeNA はエスコンは使わないのかな今年は。あ、そうなんですね。でね、セ・リーグでエスコン行ったチームは苦労するよ。え、なんで？やっぱ慣れてないと、芝質も違うし。あ、そうか。あ、じゃあ日本ハムはすごくその点だから利点はあるよね。利点ありますよね、うん、だからまあちょっと上に上げたけどね。ただやっぱりその阪神横浜っていうセ・リーグでの首位と2位をキープしてるこのチームがやっぱり交流戦でも状態そのままいくと。俺はいくと。じゃあ横浜は GH に入れたい選手が帰ってきてる、はい、そうですね、オースティン、はい、帰ってきました。で阪神は足を入れてくるかなっていう感じです。パリーグ相手に。だからその DH にミエセスが入ったとしても、うん、外野に行く選手は足を使えると思います、はい、だからまあお互い利点はあるよね。うん、この2チームはやっぱりこの12球団の中で一番勢いに今乗ってるって。バランスがいいよね。あ、そうですね、うん、ただ一時やっぱりあの横浜がピッチャーがドドドッと打たれるっていうのもありましたけど、うん、この交流戦入ってからはそこまでは心配はしなくていい。いや、心配だよ。心配でも打ち返すよ。そうだそうだ、うん、そうですね、ここは打ち返す能力が高いから。そうですね。いや、というわけでね、ちょっと交流戦の駆け足で、はい、これ当たったらどうしよう、なんかドキドキしてきて。これ全部当たったらちょっとすごいことですよ。本当だよな。何か出ないとご褒美が。誰が何をくれるのかね。そうですよね、誰が何をくれるのかわからないですけども、ちょっとなんかこれ当たったら考えましょう。はい、はい、はい。